4月16日木曜日の全国の天気をお伝えします。広く日差しが届くところが多くなりそうです。西日本から東日本、さらに北日本まで日差しが届きますが、天気の急変に注意が必要なのが東海関東地方です。次第に雲が広がって午後以降ですね、急に降る雨に注意が必要です。特に、東京西部ですとか群馬県、また静岡、山梨県周辺ではざっと強く降る時間帯もありそうですのでご注意ください。また西日本の山沿いの地域でも午後はにわか雨の可能性がありますので、雲の様子にも注意が必要です。北海道も雲が多い空が続きますので、にわか雨などにもご注意ください。そして気温ですが、西日本は引き続き20度前後まで上がるところが多くなりそうです。東日本や北日本は前日と比べてやや下がるところが多くなりそうです。特に東北の太平洋側などはぐっと下がり、仙台では12度予想。日中でも少しひんやりと感じられそうですので、服装でうまく調節を行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。